ちゃあ、かがり、ゆら、アスハは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ、に対するネットの反応を紹介します。ちゃあ、かがり、ゆら、アスハは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。米印アスラン、ザラで金米印アスランくんにはそこを代わってもらおうか。アスハ家のアレックス、リノだ。でも正直、かがりはシャアの理想ちゃ理想な気がする。政治もできるしママミもあるからおられるし。ほら宇宙世紀に帰りますよ。私はまだ、CE に残る、残ってかがりを母にするんだ。情けないやつ。誰かこいつに突っ込めよ。アスランならかがり T シャツくらい使ってても何もおかしくないし。一応、アレックスだし。指摘されるまではいはいアレックスって流してて気づかんかった。なんだお前そのハレンチなインナーは、脱げ、今すぐ、後で金だっつってんだろ。すまないが、私はアスランで手いっぱいなんだ。子供だと思われてるのか？かがり様っていい女なのに、なんで変なやつばっか引き寄せるんですか？私が聞きたい。でもあなたアスランがいいんでしょ？そうだよ、恥ずかしいこと言わせるなよ。なんか、シャア無視してイチャついてないか？不審者って相手にしちゃいけないんですよ。かまっていいことあるかい？運命の時のイチャつきが足りないんじゃ。かがり、ゆら、アスハならすべて与えてくれそうである、いい女だしな。肝っ玉母さん欲しいならミハルの方が良いぞ。カイさんがおるやん。誰か、神ユーかアムロ呼んでこいつなんとかしてくれ。逆にシャアがかがりに近い立場にいたらかがりが耐性せずにいたかもしれんけどな。ララーとかがりの共通点は自分の命を懸けてシャア、アスランを生かそうとしたところララーは死んでしまったけどかがりは生きてるからこの違いは大きい。ただアスランと比べてシャアが死にかけた理由がくだらないのでララーが死んだのはシャアへの罰なんだと思う。まあ母性強いし理想の母かもしれん。ダメなことしたら叱ってくれるし背中をしてくれるし弱った時はよしよししてくれるし。いやいや言いながらもかがりに葉っぱかけられて動くシャアという構図はそれはそれとして見たくはある。かがり本人が手がかかるタイプだし母性は感じないだろ。感じるとしたらラクスだと思う。ラクスはどっちかっていうとセイラさんぽい。ラクスこそ白馬の王子様を夢見る少女だったじゃないか。キラをよしよししたりしてたからかがりは母性あるタイプだと思う。だよな、まぐみを感じておやったわそこ。かがりって属性的にはセイラさんが元ネタだけど出来上がったキャラは全然別物なのが面白いよね。元ネタセイラかな。かがりのオマージュって誰なんだろう。組み合わせでできてそうな気がするけど、強いて言うなら、金髪と妹？成分がセイラで、政治家部分がハマーンで、母性の部分がララー、とか？教えて、有識者。なんとなくだけどキラとアスランがアムロとシャアの折衷だったようにかがりとラクスはセイラさんとハマーンの折衷なような気はする。例えばラクスは政治的センスとか鉄の女部分はハマーンっぽいけど政治とか、面倒くさいことより個人としては世捨て人になれるところはセイラさんっぽい。逆にかがりは親から受け継いだ政治部分から逃げ出さないところはハマーンっぽい感じがある。ラクスはきっぱりきついこと言ったりするけど優しさもあって厳しくもあり優しい母感多少あるけどハロドーンとかの言わないで察してほしいみたいなとこあるから言うほど母感ない。言わないで察してほしい、こういうところハマーンっぽい。キラの要望は人柄的にもぴったりなんだけど年上だから違うんだよな。アスランで金とかいうアスラン召喚呪文と自分もシャアデキンのスレにクワトロとして乗り込んだことあるから文句言えねえんだろうな。アスランデキンにしてもアレックス名義で乗り込んでくるのマジで無法すぎて笑う。アレックスはデキンじゃないからな。偽名持ってるの強すぎる。かがりが考えてくれた名前だからな。なんかのロケ夜ぜこいつ。いやいや言いつつ出撃して戻ったらよくやったってよしよし褒めてくれるだろうしな。かがりラクス様は外見とは裏腹にキラ以外に対してはむしろ不正を感じるキャラだと思うのは俺だけなんだろうか。見た目ふわふわお嬢様なのに不正のラクスと見た目ボーイッシュなのに母性のかがりってなかなか面白いヒロイン作るなって思ってたわ。ラクスはどっちかっていうとすごくいい環境で育つことができためちゃくちゃ素直なハマーン、カーンみたいなもんだからどっちかっていうとシャアとは合わん。そもそもラクスはラクスでドストライクなキラがシャアとは全く違うタイプだし、シャアってラクスの価値を使うタイプだろうし、ラクス的にも一番の地雷案件だ。正直かがりとシャアは相性良い気がする。でも、かがりの攻略が難しすぎる。別スレでもなんでかがりがアスランに惹かれたのかの考察してるくらいだし。いやもううちのバカがほんとすいません。責任持ってきっちり片付けますんで。殺意高くね。まあこれくらいやらないとか。言うて母として求めてるなら攻略までしなくてもいい。親愛的に好感度高ければかがりは程度の差はあれど叱ったりよしよししてくれるでしょ。恋人にもなってほしいに決まっている。その上でおらりたいのだ。
シャアの理想の女って母であり妻でもある女だもんな。母が子に与えるような無償の愛をくれる女。でも欲しがってばかりで与えることができないからシャアはダメなんだよ。根本的に求めてるものが家族愛なんだよね。シャア主のメインメンバー皆家族愛を受けて育ってるからそれを与えることができるけど、シャアは知らないからそれを男女の恋愛と一緒に求めてしまう。別に男女の恋愛で家族愛や母性を求めてもいいと思うんだけど、シャアはもらうことしか考えないから、男女って対等な関係じゃないとバランス悪い、与えられるようにならないと。ラクスも母性はあるけど迷走する奴には厳しいからな。ぶっちゃけアスランは素直に享受できるが、シャアは結局かがりが行ったとしてもいずれ不意にするのは目に見えてるから、割とおこがましいにも程があるというか。アスラン、ザラもいろんな女と浮気して違う女と一緒に戻ってきても受け入れてもらってるじゃないか。アスランはかがりしか見てないし、何よりララーの幻影にとらわれてませんから。もう諦めて宇宙世紀に帰りましょうよ。どう考えても勝ち目ないですから。くれるかもしれなかった、だから過去形なんですよね。つまりそれは現在や未来の話ではない。よくわかってるじゃないですか。ということで、あなたの世界にお帰りください。可能な限り速やかに。シャアがかがりを求める矢印なめるな。シャアがラクスを求める矢印なめるな。シャアがルナマリアを求める矢印なめるな。仕方ないヒロイン3人は誰が言ってもなめるな案件にしかならんから、アグネスをあげよう。仮にシャアが CE 世界に生まれた場合、いろいろこじらせそうではあるな。CE 世界にシャアの血筋を当てはめた場合、シャアがコーディネーターかナチュラルどっちで生まれるかがわからんけども。シャアの不幸は変に夢を見られるところ、見た目は頼れる大人の男に見えるので、そういう男を求める女が寄ってくるが、実は情けなくて大人になれない子供だから近寄ってくる女がシャアの好みじゃない。アスランもシャアと同じで夢を見られるタイプだけど、かがりのアスラン狼はバカで危なっかしい奴なので、もしかしたらかがりはシャアの本質を見てくれたかもしれない。かがりがいるかいないかでシャアとアスランの大きな違いになってそう。かがりはアスランに夢見てないからね。先にダメなとこ見た上でかっこいいとこも見て惚れ直してる。ふが申し訳ないことをした。こちらからも厳しく叱りつけておくので、私に免じて許してやってほしい。ほら、私たちの愛の巣に帰るぞシャア。ガンダム系列のオマージュはピントコンが、監督曰くベルバラのオスカル系統とからしい。確かに、かがりがオスカルで、アスランがアンドレっぽいな。確かそれアスランの好みの話じゃなかったっけ。いや、一目惚れというか一瞬で恋に落ちてるんだから間違いではないんだけどさ。初対面で即殺しに来る女に一目惚れはさすがにないと思う。頭おかしいやつじゃないか。ララーもかがりも本質は母性守るでしょ。タネジェキラとアスラン相手に母性を発揮して運命じゃ国の母になってる。かがりとセイラは主人公とライバルとの関係が逆転しているのが個人的に面白いと感じた。かがりキラ主人公の妹姉、アスランライバルの恋人、セイラームロ主人公の恋人一部媒体のみ、シャアライバルの妹。この、バカ野郎。素手で機体を破壊するな。妹が変質者に襲われてると聞いて。ディスラクターでアクシズごと貫かれそう。かがりに母性を感じるシャアに対する反応いかがでしたでしょうか。アスランデキンならアレックスレデルデクサ母性あふれるかがりママで笑ったが、前回の動画でもそのあたり少し触れてるので、そちらもよかったら視聴ください。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。